小惑星による遠平の複数地点での観測性恒例から再現した小惑星の姿小惑星による遠平とは小惑星や純惑星が観測者と他の天体の間を通過する際に天体を隠す現象である。隠される天体としては主に恒星が多く、それらの現象は特に小惑星による恒星色と呼ばれることも多い。本記事では 特段の記述がない限り恒星を隠す現象について述べる。太陽系の小惑星を地球から観測した時の見かけの大きさは恒星よりも大きいため、小惑星が運行により、天球上を移動する際に背景の恒星の手前を通過することで恒星が隠されることがある。この時、小惑星と恒星が徐々に接近し分離できないほどまでになると、重なる前までは、 両者は小惑星と恒星の明るさを足し合わせた恒星等級を持つ一つの光点として観測される。しかし小惑星が恒星に重なると恒星からの光は観測者に届かなくなり小惑星の光のみが届く。重なった瞬間を観測者から見ると恒星が現行したように観測され小惑星がさらに移動して恒星が再び姿を現すと 明るさが元に戻って見える。特に小惑星は恒星に比べてずっと暗いため、口術のように眼視や露光時間の短い動画撮影では小惑星の存在がわからない場合も多く、その場合は恒星が一時的に消滅したかのように観測される。減少中は地上に恒星による小惑星の影が移動していることになり、恒星が小惑星の どの部分の影になるかによって、現行の継続時間が変化する。この継続時間は、その小惑星の構成を隠した部分の大きさを表しており、複数地点で同じ現象を観測し現行が起こった時刻と継続時間を照らし合わせることで、その小惑星の形状を推定することができる。見かけの大きさが大きくても、数十ミリ秒角程度である。 小惑星の形を捉えることは大望遠鏡でも困難であり、小望遠鏡でも可能な観測により、小惑星の大きさや形状を捉えることができる重要な現象である。恒星の位置精度と同等の精度で小惑星の位置測定ができる点でも重要である。この利点を生かして宇宙探査機が探査するターゲット天体について遠平観測を行うことで事前に、 天体の形状を把握する試みもなされている。他に、現行が起こった、際の高度曲線の特徴から構成に万性がある、ことや、小惑星には、衛星、大気が存在することが発見された例も多い。小惑星による、遠平観測の最初の例は、1958年2月19日に、スウェーデンで、 ジュノーによる8.2等星 s a o 1 1 2 3 2 8の色が観測されたものである。以降20年間で4大小惑星の観測例が5つあったのみだが、1978年以降は地球規模の予報が出されるようになり、観測数が増加した。日本においては1970年代終盤から観測が試みられるようになり、 1983年1月19日に、リダ・サブローが観測したディオネによる9.1等、セースエオ8228の色が日本での観測例で初となった。1997年11月5日には、ディオメデスによる7等、星ヒップ14402の色が日本で観測され、世界初のトロヤ群小惑星による遠平観測例となった。 2006年11月8日には、カリオペとその衛星、リヌスによる9.1等星の色が、日本で観測され、世界初の小惑星の衛星による、遠平観測例となった。2014年3月2日には、太陽系外縁天体のオルクスの衛星バンスによる、6分ギザの12.1等星タイク5476008821の色が、日本で観測され、 世界初の太陽系外縁天体の衛星による遠平観測例となった。バンスによる高性色はその後2017年3月にも北南米で観測されている。現在は世界中で年間数百減少。日本でも年間数十減少が観測されている。アマチュアの観測者による観測も多く行われている。左は全世界での現行が観測された。 減少数。そのうち日本国内で観測されたものを右に示す。2017年から2021年の現行が観測された減少数の地域別水位減少の観測には、事前に国際延平観測者協会などの国際機関や独自予報者が発表した予報などに基づき対象となる構成を予報時刻に合わせて観測する。継続時間は、 数秒から数十秒間であり、長時間録音が基本となる、通常の天体写真撮影と異なり現行したか、どうかを天体望遠鏡を除き眼視で観測する方法や、ビデオカメラを用いて、動画撮影する方法がある。いずれの方法も、他の観測地点との結果を制約するには、現行時の時刻が精密に同期されている必要があり。117番、時報やヤジ GPS の信号が用いられる。近年では、欧州宇宙機関の宇宙望遠鏡ミッションガイアにより、構成の位置精度が向上したため予報精度が良くなったこと、天体撮影用の高感度な CMOS カメラが普及したこと、観測者が個人で専用のソフトウェアを用いて計算した、国際機関等から発表されていない現象の予報を利用、公開するようになったことで観測される。 減少数が増加している。さらに、ガイアの高精度な位置測定が小惑星にも適用、反映されることで、さらに予報精度が向上することが期待されている。2017年7月17日に観測された、アロコスによる高生、高精殖得られた形状と大きさはその後実際の探査で判明した、アロコスの姿を正確に表していた。ありがとうございます。